はい、こんにちは、タイです。今日はですね、東南アジアで活躍するために、サッカー選手がオフシーズン中にやっておいた方がいいこと、これについて少しお話をさせていただきます。マリーグによりますが、だいたい 1,2 ヶ月のオフシーズンがありまして、意外にあっという間に過ぎてしまうものです。で、まあ、どんな過ごし方がいいですかなんて相談をいただくことがあったり、もしくはこうすでにですね、自分なりにこう分かっているなんていう選手もいっぱいいると思うんですけれども、まあ、そんな選手の皆さんには、まあ、確認と、そしてこれからそういう時期を初めて迎える人、もしくは今ですねチームを探している選手なんかは、今からそれをさせていただくお話が少しでも何かの参考になればということで、一応私4つ挙げさせていただいてます。もうこれあくまで基本中の基本ですので、基本中の基本4つということで、ザガザガこんな感じですね。順番でいきます。1つ目、トレーニング、体のメンテナンスということで、まあ、体のメンテナンスから申し上げますと、ワンシーズン戦うとやっぱこう体いろいろ出てきます。怪我ですとか、もしくは体の使い方でなんかこう気になる癖があったりとか出てくると思うんですね。その辺をこう修正する時間として、まとまった時間取れますので、またトレーニングについても、そもそもトレーニングってこう日々進化していくものじゃないですか。新しいものも出てきますと、でシーズン中ってそういう新しいことって、まあ、自分なりのルーティーンがあったりとかするので、なかなかこうチャレンジしづらい、体にどう影響が出るのかわからないからチャレンジしづらかったりすると思うんですけども、逆にオフシーズン中はそういうこう新しいトレーニング方法に、トライできる時間をかけて、トライできる期間なので、そういった意味でしっかりこうレベルアップも目指したトレーニング、そして体のメンテナンスをするということが1つ目。そして2つ目がお金を貯める、無駄な支出を控えるということで、もちろんオフシーズン中なんで、お金を使うということもあると思うんですけれども、まあまあまあ、アルバイトをしてお金を貯めるなんてこともあると思います。サッカー選手である期間というのは、やっぱ長い人生見た時にそうそう何十年もある話じゃないです。ですので、そこに自分のありとあらゆるリソースをつぎ込むべきだと、せっかく挑戦するのであればと私は、まあ、思っておりまして、でそういった意味でお金って一つのこう自分の中で大きなリソース、アセットだと思うんですよね。でそれが、まあ、あればあった方が思いっきりこうチャレンジできる部分もあると思いますので、そこはですね、まあ、必要なところを使うんですが、なるべく無駄なところは控えて、そして貯められるものは貯めてと、そういう時間にしたらどうでしょうかという話をさせていただいてます。3つ目、情報収集、生産性、可能性とありますが、まあ、東南アジアということで、特に今なんかは、そうそう渡航ができる状況ではないので、やっぱり1回の渡航、1つ目の国、1つ目の都市でできれば契約につながるようにしていきたいと皆さん思ってると思うんですね。ここがダメだったから、そこあそこだったらここなんていうことを、1年間でやってたらもうこれ大変に効率が悪くなってしまいますので、そこの可能性をなるべく上げる、そこの、まあ、自分のアクションに対する生産性、アウトプットを高める、上げるという意味で、情報収集をしっかりする時間にした方がいいと思います。情報収集の仕方いろいろあると思ってて、まあ、自分でネット経由で調べるとか、人に会うとか、いろんな形があると思います。ぜひぜひ試してみてください。そう、そして最後ですね、勉強する、興味を持ったことということで、まあ、毎年いろんな経験をしていたり、人生積み重ねていく中で、こうあれこれって何だろう、あこれちょっと知りたいなんていうこと出てくると思うんですよね。そういうことをですね、まあ、まとまった時間もありますから、別にこう深く掘り下げなくても広く浅くてもいいと思うんですけども、勉強していった方がいいと思っています。実際こう海外でシーズンを送ってみると、多分気づかれることが多いと思うんですけれども、やっぱりこうサッカーでの勝負っていうところと、日常生活での、何でしょう、ストレスのマネジメントだったり、日常生活でのいろんなこう知ったこととか新しい出来事とかが出てくると思うんですね。で私よく海外でサッカー選手で大事なこととして人間力っていうのを挙げてくるんですけれども、まさしくこう人間力が試されるのがシーズン中だと思っています。で人間力を上げるのって、やっぱ自分が成長していくしかないので、まあ、その成長の一つとして新しいことを知る、新しいことを学ぶ、新しいことを経験するってことをすごく重要だと思ってます。やっぱ人間こう成長していかないとね、脳も活性化しないですし、人間力って上がっていかないと思うので、そういう意味でぜひ このまとまった時間を、
まあ、勉強するという時間にされてはいかがでしょうか。勉強の仕方もいろいろあると思います。自分で勉強する、人に会う、セミナーに行ってみたりする、誰かの講義を聞く、いろんな形あると思うので、ぜひぜひそういった充実した時間にしてみてください。まああくまでこう基本の4つということで、何かの参考になれば幸いです。本日は以上になります。ありがとうございました。